さて始まりました、もちチャンネル。さあ今回は、はい、松原さんにおいでいただきまして、はい、まあ大学受験プロジェクト始まって、はい、松原さんに管理していただいてるんですけども、はい、一体どういう状況なのか、彼らの実力はどうなのかっていうのをですね、はいはい、聞きたいんですけども。あ、わかりました、はい、どういう状況なのか。まあやっぱりね、はい、まあ、面倒なことにいろいろね、その LINE でつなげたりとかっていう時には、うん、テクノロジー的問題がいろいろありまして、あ、そうですね、はい、なかなかやり取りがうまくいってないと、はい、連絡先が伝わらないと、はい、まあ、いろいろセキュリティがあるんだと思います。僕はわかんないんですけど、はい、まだ連絡が取れてないやつもいたりしてちょっと大変なんですけど、はい、はい、わかりました。数和夫とは連絡が取れてないということで、和夫さんとはまだちょっと連絡が取れないんですけど、はい、でも逸材なんで楽しみに。逸材、そうですね、はい、まあ小論文できれば、そうですね、慶応経済も受かるんじゃないかっていうレベルなんで ね、うん、素晴らしいですね。数学と英語ができるっていう、うん、で国語が苦手。数学すごいなと特に思います、ね、はい、数学がすごいんで、ね、まあ、ぜひ過去の動画見てない方は、はい、はい、見ていただけたらと思うんですけど、昔の模試の結果の動画も出てますし、うん、記述模試の結果だからあちこ採点も出てますんで、はい、はい、では他のメンバーどんな感じなのかを、はい、聞いていきたいんですけど、はい、横山さん、はい、横山ですね、はい、まあ、横山は前回はまあちっちゃい塾に途中から通い出したんですけど、はい、まあ、一応ね早稲田の人科補欠で、うん、まあ、あと 0.9 点ぐらいでしたっけ足らずに、はい、不合格となって、でどうすんだと、もう予備校行くお金もないしみたいな感じだったんですけど、はい、どうですか、はい、現状ですね、まあ、ベーシスでこう基礎標準発展っていう3段階のテストをまあ用意してるんで、はい、うん、それを受けてもらったんですね。で結構如実に点数が分かるんですけど、はい、基礎的なところは英語も長文とかに関係する現代文の部分ももうほぼ基礎は完璧、うん、もう9割以上の得点ですね、うん、まあさすがだなと思いました、うん、次に標準的な学力、例えば英語であれば入門英文解釈の70とか、うん、まあ、基礎100ぐらいの問題のところとか、基本的な英文法、高校の英文法においてもこれもパーフェクトでした。はい、現代文の用語知識っていうところがその標準的なところだと半分の 50%、うん、え、現代文の用語知識っていうのは何ですか。あ、読解でよく問われる、例えば普遍とは何かとか、なんかそういう知識の問題、日本語、あ、日本語ですね、はいはい、結局その論理的な日本語の言葉の力で結構その読解落ちてる人がいて、はいはい、結構ベーシスそこも確認するんです、はいはいはい、ですけども、まあ、そこがちょっとだけまあ 50% と、まあ、課題ではあるかなと。なるほど。ご本人も漢字と語彙は苦手ですとおっしゃったんですけど、じゃあ国語もね、まあ、当然できないと早稲田はねいけないんで、そうですね、はい、まあ、そこは現代文と英語長文結構やっぱ密接な関係があるのかなと思います、うん、発展の問題っていうのがこれ大体過去の、まあ、センター試験でちょっと難しめの問題をピックアップしてやってるんですけど、はいはい、これが7割ぐらいの得点率なんで、うんうん、やっぱりちょっとその読解のところで、まあ、つまずかれてるところがあるのかな、うんうん、つまり基本的な知識とか文法とか解釈が分かっておられるので、うん、まあ、基礎的な読解力もあるので、それらを使ったアウトプットとしての英文読解、うん、英語長文をこれからもっとしっかりやっていただければ伸びていくんじゃないかと、うんうんうん、同時にその発展の現代文の問題も50分の26なんで、ほう、5割ちょっと超えてるぐらいなんですが、やっぱここも課題としてあるのかな、うんうん、でも比較的打てば響きそうな状況なんで、はい、しっかりサポートしていければいけるんじゃないかと思ってます、うんうんうん、はい、それが横山さんの状況です、はいはい、続いて東大を目指している大久保ですね、はい、まあ、やり取りも結構ね、はい、やっておられますから、大久保さんはもう詳細に書いてくださるんで助かりますね。もともと早稲田政経行ってましたね。そうですね、やっぱ話しててもやっぱ地頭すごくいいなと感じます、うん、はい、ただ英語と数学が弱いっていうのが弱点という、英語に関して言うと基礎標準応用のところにおいては、うん、もうほぼ全部9割方を超えてらっしゃるので、お、なるほど、まあだから共通テストレベルぐらいまでは結構仕上がってるんで、やっぱそこの上のやっぱり東大目指すにあたってのアウトプットをしっかりやって、難しい問題により適用されるような勉強をされていくといいのかなと、うん、ベースはもうできてるのかなと思いました、はい、でやっぱりご本人もおっしゃってます数学ですね、うん、はい、で数学も特徴としてはその基本的な解法だったり典型的な問題は大体解けておられるんですけど、ああ応用問題とかでつまずかれるので、うん、共通テストレベルだとやっぱ68点の状況なので、いかに自分が理解している解法を組み合わせて初見の問題を解きほぐして解いていくかっていう応用力の要請、うん、これがまあ
課題だよねっていうことを、まあ、共通認識として持ってまして、うん、で今大久保さん の, その数学と英語に関しては藤川空の先生である河井が、はい、彼京大の工学部卒大学院、はい、まあ、数学と物理科学はかなり指導力あるので、うん、そこを急ピッチにまずは 1A を入試レベルまで解けるまでにやりましょうと、うん、そうすれば 2B も引き上がってくるかなっていうふうに感じてます。なるほど、はい、英語の実力テストはどうだったの？まず基礎はもう満点で、はい、標準的なその解釈力もほぼ満点で、はい、でセンター試験の難しめ の, その長文の、うん、問題も1問だけ間違えたんですけど、あ、なるほど、もう9割と、うん、なるほど、素晴らしかったと思います、うんうん、あとその和夫さんはまだちょっとねこれから見させていただこうと思ってますし、はい、大橋さんは今テスト解いてもらってる最中なんで、あ、まあ、これから、はい、英語のやつですか？あ、英語もあとは数学とかも、数学もやってる、はい、やってますね、はい、なるほど。で最後に峰さんですね、はい、峰は早稲田を目指しております。で峰さんは基礎的なテストにおいては基礎的な単語が中学生レベルの単語で42分の38なんで、うん、ちょっと1割ぐらい抜けてる、もうちょっと頑張りたい、まあまあ、でもほぼほぼいけてると。それがね分かんないですよね。だから英検準1級浮かれちゃうっていうね、この中学レベルの単語が抜けてても浮かれてしまうっていうのはね、もうこれが不思議でしょうがないんですよ、はい、この英検という試験、はい、で基礎的な英文法も、まあ、1問だけ間違えられてるんですけど、はい、まあ、全然基準をくれされてるなと、うん、で現代文の基本的なところで言うと、はい、まあ、8割ぐらいの得点率なんで、うん、一応9割が合格ライン、あ、それちょっとだけ足りてない、合格ラインに達してないわけですね、はい、現代文用語も、はい、でも、まあ、まあできてる方といえばできてる方ですね。ここって結構あの高校生の子に解かせると大体平均 5,6 割以下ぐらいなので、はい、まあ、ここでつまずいてる子結構多いので、うん、もし英語中文でつまずいてる方は中学現代文しっかりやり直したら意外と伸びるかもしれないです、うん、なるほど。で標準的な学力においては高校英文法の問題は52分中44なんで、はい、まあ、ちょっとだけ抜けてるかなと、うん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 、でもまあそこは打てばすぐ響くところかなと思うんですが、うん、英文解釈力がまだちょっと不安定のようで、お、なるほど、はい、入門解釈技術の70の問題で、うん、正答率で言ったら3分の1なんで、うん、まあ、ちょっとここ文法的な理解が、うん、知識はあるんでしょうけども、うん、さもその理解とか運用のところでちょっとまだつまずかれてるのかなと思いますから、うんうんうん、ここを叩けば伸びるんじゃないかなと思います。で標準的な語彙に関しても60分の28なんで、まあ、5割未満国語、はい、国語の、はい、もうここもちょっと叩いていかないと、うん、やっぱね難しいのでやっていかないといけないかなと思います、うん、じゃあ上のレベルの英語のやつは、はい、応用レベルで言うと16分の12なんで、うん、そこまで悪くはないですけど、うん、おそらくその解釈力とかが足引っ張って本来もっと読めるはずなのに、うん、応用問題もちょっと落としてるんで、なるほど、まあ、そこら辺が一つ課題かなと思います、うんうんうん、で国語についてはちょっともう 50% 未満だったんで、うん、応用の問題は解いてもらってません。なるほど、はい、という感じで、まあ、課題感がそれぞれしっかり見えてきたんで、うん、まあ、そこをちょっと今サポートしています。あ、でもそれ英国のそれぞれの基礎と標準と難しいのをやってるって、はいはい、あ、そうですね、最初に、はい、やりました。はい、で大久保さんはそれに数学もやってるという感じですね、うんうんうん、はい、あと大橋さんですね、はい、はい、なるほど、そういう感じでやっていってるわけですね、はい、まあ、こんな感じでねサポートしてもらって、はい、そっか、ベーシス入る人は同じ問題を受けることができるということで、はい、あ、そうです、このテストはもう無償でやってるんで、はい、もしそうなんです、ね、はい、ちょっと成績が伸びないなと思ってる方はそのどこができなくて成績伸びないのかが分かるので、なるほど、ぜひ気軽にベーシスのホームページから問い合わせいただければと思いますし、はい、あ、ただ一個ですね、これ僕ぜひ一個言いたいことがあって、はい、皆さん共通してある言葉をおっしゃるんですよ、はい、それはみんな森田先生が怖いって言ってました僕自身も森田先生と一緒に、ね、仕事させてもらって、やっぱり試験英語、まあ、試験に対するこの姿勢が本当に僕は尊敬してますし、やっぱそのちょっとこう甘えたところだったりこうずるしそうなところをやっぱいい意味で許されないスタンスなんで、それはあなたのためなんだよってことをちゃんと諭して理解させていってます、はい、いや単なるコミュ障だと思うけど、まあ、まあなんかベーシスはね合宿もやるって言ってましたんで、そうですね、はい、ね、受験プロジェクトの方も、ね、参加できているんであれば一緒に勉強したいですし、うん、で我らが藤川天ちゃんがね、うん、この前模試があんまり良くなかったので、まあ、そもそもちょっともう完全にして勉強させようかなと、うん、お、英語合宿、はい、前島でやるんですか？前島、はい、じゃない、前島校で、やろうかな、岡山で、はい、じゃあまあお申し込みはみたいなのもあるか、あ、そうですね、一応告知させてもらおうと思いますので、はい、以前ザナインの前島校と同じフォームのリンクをちょっとまた送らせてもらって、はい、そこにまた、はい、メールアドレスとか書いていただければ、はい、決まったらそこに
告知しようと思います。わかりました。じゃあまだ日程は決まってないけど、はい、一応ですね、6月の29、30ですね、はい、6月29、30土日で考えてます。ああ、わかりました、はい、興味のある方は、僕がやるわけじゃないんでね、はいはい、それ間違えないでください。もう、はい、もう来れたら来れるかもしれない。あくまでも僕とあと河合講師とですね、もう一人フェイセスの講師がいるんで、はい、武田塾イングリッシュの撮影日はいということでした。はい、ということでございました。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。